中です。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。さあ始まりました。よろしくお願いいたします。スタジオのエトスパトスロゴスでございます。お願いいたします。よろしくお願いいたします、ね、さあこちらの番組はですね、あの我々ピスタチオがですね、あのキコーナさん2店舗に行きまして、ジャグラーを打って、バケレギュラーどっちでもいいです、とにかく当ててですね、はい、39ポイント、はい、もうどっちでも1ポイントでございます。39ポイント目指そうという番組でございます、はい、そうです、はい、なかなかちょっと厳しいじゃないですか。そうですね、はい、ただ単純に打てても、はい、というわけでですね、ゴーゴーチャンスというのがございます。はい、はいはい、こちらはですね、ペカった瞬間にゴーゴーチャンス使いますと宣言して、はいはい、ビッグかレギュラーか、はい、これ当てることができたら、はい、なんと5ポイントもらえる。そうなんですよ。1店舗、各1店舗ずつですね、我々1回ずつ使える、はい、使えるということで、これだから当てたらだいぶでかいんですよ。うん、でもなんかねこれ複雑なのよ、うん、俺前回見てもらった方分かると思うんだけど、うん、ゴーゴーチャンス僕、うん、2店舗とも当ててるのよ。はい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 。ただちょっとね、収支の方がねうんっていう感じなんで、まあ、うん、今日ちょっとあれだもん。だからもうなんかなんか何なんだろう、別にその楽しみなのか、うん、行きたくないのか分かんないけど昨日夜寝れなかったもんね。いや行きたくないんだよ多分。どっちなのか分かんない。申し訳ないけど、これ見てる人に申し訳ないけど、なんかその、うん、今日もお金がなくなるんじゃないかみたいな、なんかそういう、うん、ちょっとありますよ。上でも言ってたもんね、楽屋でもさ、うんうん、ちょっともう本当腰重いなみたいなこと言うのもう露骨に出すのだけだからなんかね本当にね、うん、あのスタッフさんに言われるまでいつも、はい、あの楽屋に財布忘れてきちゃうの俺いつももう出したくないからね。もうで、あのもう本当数回忘れてるからスタッフさんから今日は財布持ちましたか、そう釘刺されてますから強制なんだよほぼね。大丈夫、いじっちゃ安心してください、はい、今日の1店舗目こちらでございます。お貴重な府中店さんでございます。いや府中店さん前回でも厳しかったからな。いやでもねこの府中店スタートっていうのは、はい、なかなかないですから。そうなんですよ、久しぶりなんで。そうこれちょっといい流れ結構並んでましたか、朝ものお客様が ねそう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 、はい、行きましょう。早速実践行ってみましょう。これ頑張りましょう。はい頑張りましょう。というわけで頑張ります。ファイト。おはようございます。お願いします。おはようございます。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうもミラクルありだね、ちょっとね。あら本当ちょっと寝台出るで、寝台ミラクルやろうかな、マジで。あっちの方がいいか。もう怖いんだもんこのいやまあ僕はもうここで決めてましたけどね、リベンジする。前回の俺ここでやられてんだよ。確かにね、俺ここでもう怖いんだよ俺もうここで行かれちゃってるから前回ミラクル行きたいんですか。もうトラウマなんだよ俺。どっちでもいいですよ。でも小沢さんこっちでしょ。俺はもう朝から今日もう決めてました、府中店さんだと思って。じゃあもうじゃんけんする。てかそもそも打ってもいいんだよね別に。ダメ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 そのせっかく空いてんのにそのさバラバラは意味わかんない、はい、あそう、それはさ、まあ、いいですよいいですよ、意味ないんだよこれ意味ないの。最初はグーじゃんけんぽい、はい、はい、こうでしょ、はい、はい、こうでしょ、はい、こう、はい、こう、え、白目向いてるから分かんない。今どっちでした、はい、こうでした。え、勝ちました、イジさんの勝ちです。え、いいよ。なんか行きたかった。いや、行きたかったよ俺は。じゃあいいよ、やろうよ。いや、いいよ、何のじゃんけんよ。いいよ、じゃあやろう。何のじゃんけんよ。じゃあやろう、こっちにしよう。いいんだね、こっちで。いいよ、いいよ。逆に、ここか、ここの2台の選びもあります。いやもうそれは俺こっちです、前回のリベンジしたいもん。それはいいんだね。いいよ、俺はミラクルでもいいんだよ。もうじゃんけんで勝ったよ。大丈夫大丈夫、小沢恨むだけだから。よし、あー震えてきたさあ早速よし行きますか、打っていきましょうか。はい行きますよ、せーの、せーの、まあ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 、そろそろいいよね。
俺この台怖いんだよ。伊地知さんが選んだんですからね。怖いんだよこの台。伊地知さんが選んだんですよ。ちなみに小沢どっちが良かった？小沢さん、ちなみに。いやー、こっちかな。こっち？うん。なるほどね。あんまり僕そっち打たないじゃない。これでミラクルが出たらぶち切るからね。知りません、それは。あなたが選んだんです。逆にそれでもう、じゃあそんなこと言ってて出ちゃったらもう、そう、俺に頭上がんなくなるよ。そう、ありがとうございますですよ。そうだよ。はい、ほら光ってないですよ。びっくりした、何今の。はいって言っただけですよ。何何はいって言っただけです。別に聞いてた今。光ったとかペカったとか言ってないですよ。聞いてた、ほら見たっていう。そうですよ、自信満々でした今。いや、光ってないですから。知らないから。別に。なんでそんなことすんのよ。いや、はいって言うだけじゃ別に。日常的に今の音量で言うことないでしょ。はいなんて。光ったって言ったら嘘ですけど、その。うん。別にはいは嘘じゃないですから。ムカつくな。やりたい俺も今の。やり返したい。子供だよ。悔しい。そうでもしないと精神を保てないんで今。いや、始まったばっかりよまだ。いや、もうそういうとこまで来てるから。すごい極限状態からのスタートある。もう極限状態よ最近。コメントでもありましたよ。史上最高何回ハマりましたかっていう。はいはいはい。僕が1080とか。もう大ハマりした時にね、コメント募集して、はい、まだまだだなと思ったね。やっぱりね、2000とかあったもんね。2480とかあったじゃない。あったね。ちょっともう次元違うんだなっていう。どういう気持ちなんだろうね、もうその時。もうマジで意地になってるか、うん、絶対この台で1回はペカらすんだっていう。いや、もうだからどこから打ってるのか気になるよね。確かにね、いろんな人がそろそろ出るんじゃないかなって言って。そう、それだったらまだいいけど、一人だったらもう地獄よ、うん、地獄。しかもジャグラーだからね、うまみないからね。そうなのよね。どぎも抜く回数の人ってたくさんいますね、やっぱりね。いや、そうよ、うん、ジャグラーってさ、うん、まあスロットやりたいけど落ち着いて安定を求めたい人がやるやつじゃん、うん、大博打じゃないさ、うん、だからマジで公務員でさ、うん、ちょっと別にあんま正直見た目ルックスあんまかっこよくないけど、うん、公務員で、うん、年収安定してて、うん、浮気もしないし、うん、この人なら安心だろうと思って結婚したらさ、うん、めちゃくちゃ浮気されたみたいなことなんじゃないの。本当にもう感覚で言ったら。あ、今例えを言ってたのね。いや、そうよ。あ、そうだったの。そのくらいの、まあ感じ。まあまあ確かにね、ジャグラーで2000ハマりは確かにそんなことあるっていうね。確かに。そうですよ。まあそのぐらいの感じなんだろうな。そのぐらいだよ。裏切りもいいとこだからね。いや、ほんとよね。ジャグラーでのハマりってもう裏切りしかないからね。うん、やっぱでもコメントはあれね、見たことありますが多かったね。そうそうそう、だから、うん、当事者じゃないんだよな。そうね、こっちは当事者でやってるから。そう、こっちは当事者で1000以上行ってるわけだから、うん、200回っちゃったな。回ってますね。やだな、なんか。伊地川淳二さん出てますか。怖いな。出てきた出てきた出てきた。なんかやだな。あ、出た出た、伊地川淳二さん。店にね、もうね、みんなすごい並んでたんですよ。その行列に連なってね、店に入ったんですよ。その台に近づくなりね、なんか嫌だな、なんか怖いな、なんか嫌な空気するなと思うけどね、そのままさーっと吸い込まれるようにね、気づいたらレバー回してたんですよ。そしてね、1回転、2回転、3回転回したら、ふっと記憶がなくなったんですね。あらあら、あれは気づいたら1000回超えてたんです。そして使ったことないはずの財布をパッと開けたら、お金が入ってないんですね。なんか気になりましたね。伊地さん、オチっぽいところ2箇所あったけど。
後なんかなんでそんなぬるっと終わらしたの？あの慣れてないもんですね。慣れてないかったですか？階段話慣れてないもんで、ね、ごめんなさい、すいません。レバーと1000回超えてたで落ちていいと思ったんですけど、はい、すいません、すいません。いえいえ、隣のお姉さんは順調に出してますね。ちょっとえぐい。やっぱカメラはあっち映せないですけど、僕らとスタッフさんの目線はもうあの台に釘付けですよ今のところね。うん、おえー、来た。いいね、裏山だね。いいです、いいです、やめてください。え、腹立つんでやめてください。シンプルに腹立たしいんでやめてください。イエーイ。シンプルに苛立ちを覚えるんでやめてください。あー、これはやばい、これはまずいよ。そうだね、伊地さんジンクスで言うと、え、今いくらだった？7か。はい、確かに伊地地オカルトによると最初化けならちょっと最初化けは危ないですね。え、はい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 、あるある探検隊、あるある探検隊。どうしました？言ってください、あるあるを言ってください。どうしましたね、ビクッてしました。いや、ビクッとしたけど、あるある言うんだなと思って。あ、そうですね。言わない、違います、あの、はい、はい、はいって言っただけなんで。あるある探検隊言っただけなんで。なるほど、あるあるはなしで。はい、じゃんけん負けたらジャグ負ける。どういうことですか？じゃんけん負けて台選んだら、はい、あのジャグラーも負けちゃう。やめてください、あるあるです。まだまだやってるんですか？やめてください。はい、もう騙されませんよ。え、今騙してないですよ、今エスパー伊藤さんの真似してないけど。はい。でも確かに今日はい3連発で来てますけど、はい、伊地さんペカった瞬間はいって言わないもんね。おって言うからね。よし、だだだ、それです、それです、これです。確かに、おし、お、はい、来た。この3点ですよ。やだね。朝一300ハマっちゃうの、やだね。いいですね、ちょっとエンジンかかってきたんじゃないですか今の。ちなみに誰かわかりますか今。誰でしたっけ？封筒松原さんです。そうだ。すいません、封筒松原さん知ってますからね。申し訳ございません、封筒松原さんです。そうだ、なんか、はい、おー、はい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 、意外と光ったら光ったであっさりのハイなんだね。お、うざい打ち方します。お、いや、外れるんかい。外れるんかい。回すの嫌いだからね、この視聴者さんは。こうやって、あー、よし、おーい、よし、よし、さあ来ました。これは嬉しい、これ嬉しいね。でもね、326回転できたんだけど、うん、投資9000円だから結構回りますよ、うん、結構回ってます。なるほど、はい、おお、いいね。危ない、もうちょっと危なかった。93回、ここでビッグ来たらいいよ。ちょうどなくなりました、下に。ちなみに55はまだいいね、はい、55ちゃん行きます。いや、わかんない、それは先に使っときます。小沢さんなかなか使わないで有名ですから。そう、どうする。いや、いいですよ、決めて。じゃあ、あ、どうする。ただ気をつけなきゃいけないのが、うん、この時間視聴者の方怒りますから。え、結構みんなボーナス光ってから、うん、押すまで遅いっていうのをクレームすごい来てる、うん、今この時間は視聴者怒ってます。怒ってますか、すいませんでした。それはあります。あと5分ぐらいやろうかなと思ってたんで。大丈夫、ダメです、すいませんでした。おめでとう、おめでとう、よかったよかった。なんかザワさんすぐ光りそうな気がする。あら、本当ですか。俺、いじっちゃん300ぐらいハマる気がする。やめろ。
思ってても絶対言うなよ。おいはいはい、あらららららら、あらららららら、ひかりみつ、何が300だよ、光るんだよ、30の間違いだよ。西岡澄子さんですか。ふーと松原さんの次は違うんだよ、意識してないんだよ。意識してない西岡澄子恥ずかしいから、無意識澄子は恥ずかしいから。いいですね、なんか結局なんかちょっといい感じにスタート今はね、まだ ねいい、まだでも言ってもまあ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 、ビッグ1回だから、ビッグ3回ぐらい行かないと安心はできないよ。ちょっとさ、うん、まあ、全然話さ、うん、スワトル関係ないんだけどさ、うん、最近思うさ、うん、ちょっとイラッとするやつ発表していい？どうぞ。あのこの自粛期間でさ、うん、みんなそのドラマ見たり海外ドラマ見たりさ、はい、映画見たりしてる人多いじゃん。多い。そのこのご時世そんな人いっぱいいる中、うん、趣味とかハマってるもので、うん、あの韓国ドラマって書くやつ腹立つね。いやいやいや、いっぱいいるよっていう、そのこの自粛期間じゃなかったらいいけど、この自粛期間、うん、散々みんな海外ドラマとか見てる中、うん、韓国ドラマって書くやつで、うん、まあ別にでもそれすごい見てるかもしれないから、うん、まあ100歩譲ってそれはいいとして、うん、え、何が一番良かったって、まあ聞くじゃん、まあまあまあ、それ言ったら、うん、ほんで結局、うん、まあいろいろ見たけど、まあイテウォンクラスかなってやつ一番腹立つ。いや、イテウォンクラスっていいんだよ、めっちゃ俺も見たし、うん、めちゃくちゃ面白かったよ、面白かったし、うん、ただ、うん、イテウォンクラスを一番に上げるんだったら韓国ドラマって言わないでほしい。なんて言えばいいんだ、イテウォンクラス。だから俺らも知らないやつよ、イテウォンクラスと愛の不時着はやめてほしい、マジで。なるほどね。あれ2つを言ったらもう一気に安く感じるから。いや、それみんな見てるよって。いや、嘘でも、いや、もちろんそのイテウォンクラスと愛の不時着はいいよ、うん、でもあれもいいんだよって言ってほしい。ああ。それじゃないんだよっていう、その。なるほど。他のやつを知りたいから、こっちは。ちなみに見ました、その韓国ドラマとかは。見てる。だからイテウォンクラスとかぐらいで、俺は。あ、俺はね、映画見ちゃうから結構。なるほど。あれなんか腹立っちゃうんだよな。いたんですか？特に、うん、特にそれがグラビアアイドルだとより腹立つんだよ。愛の不時着は見ました。愛の不時着、俺1話でやめちゃったのよ。え、珍しい。いや、そんな人いるの、うん、絶対俺性格的に、うん、愛の不時着の方がハマるタイプだよ、絶対。イテウォンより。イテウォンより。俺純愛系好きだから。うん、ただね、1話でやめちゃったから。え、ずっと見ようと思ってんだよ、続きを、うんうん、ただ見てないんだよな。え、そんなことできる。はい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 、ちょっとしそんなことできる。ちょっと静かにお願いします。何今の。何今の。はい、はい、危ない今。ゴーゴーチャンスビッグって言おうとしたんだ今。あ、危ない危ない。危なかった今。よかったよかった。あの、これはっきりさせておきたいんだけどさ、はい、韓国ドラマの話出たから。うん、僕、愛の不時着は見てないんですよ。うん、愛の不時着だよね。ん、それこそちょっと鼻につく人がさ、たまにさ、愛の不時着っていう人いない？俺、愛の不時着っていう。愛の不時着じゃないの。これはっきりさせてください。これに関しては、うん、別に正解ないと思いますよ。作者も、うん、どっちで言われようがいいと思います。なんか、だからそれで言ったらあれでしょ、俺が自分の名前がイジチって言うんですけど、うん、俺イジチって言うけど、うん、自分で言うとき、うん、イジチって言われるときなんだよ。ああ、イジチ、うん、俺イジチね、イジチっていうね。これみたい、これみたいなことでしょ。そう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 、イントネーション。だから小沢って言われる場合と、うん、小沢って言われる。まあ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 、そういうことでしょ。あんまないやけど、小沢って言われる。小沢、うん、小沢、そうだね。だから小沢って言われるか、うん、野沢って言われるか。いや、それは小沢なんだけど、それも間違っちゃってるから、野沢は。じゃ関東っていうか、うん、関東っていうかどうでしょう。でも感情になっちゃってるね。あ、そうなの。そう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 、関東っていうか、うん、安藤さん。あ、で新ネタ作ってる今。結構シュールめのボケ弱いけど、うん、ボケ弱いけど、ボケ弱いけど連続するってやつ、ね、うん、そうそうそう、で強く突っ込まないタイプのさ。え、
やったことないやつ試してるの。4日前、4日後新ネタライブだから、うん、ちょっと今のうちにアドリブで作っとこうかな。あ、そういうこと。急遽にしてはうまいことできてた感じある。あと映画、うん、映画で行ったらさ、俺映画めっちゃ好きで見に行くからさ、うん、映画見に行ってさ、うん、あのエンドロール流れた瞬間に席立つやついるじゃん。あ、でもさっき帰るやつ、はい、たまにさ映画でさ、うん、エンドロール全部終わったと思ったらさ、うん、なんか30秒か1分ぐらいさ、うん、映像残る時あるじゃん。あるね、はいはいはい、続く時、うん、なんか10年後とかさ、うん、なったりさ、うん、その後の物語とかなんか実はこうだったみたいな、うん、一瞬映るやつあるじゃん、うん、で帰っちゃったやつがいる中、うん、その演出来た瞬間、うん、めっちゃ嬉しい。あ、なるほどね。ちょっとざまあ見ろじゃないけど、ざまあ見ろって思ってるそれ、はいはい、ここ見れてないぞお前は。そう、ここ見れてないのになんか今日、はい、映画見たって勝たんだろうなみたいな。なるほどね、光りましたね、ざわさん、はい、ありがとうございます。あれ、おい、ギリギリの戦いを、これはいいよ、素晴らしい、イエイ。そんな伊地知さんおすすめの映画なんですか。俺純愛系が好きだからな。ドラマでもいいですよ。俺純愛系が好きで、うん、アバウトタイムっていうのがすごい好きですね。アバウトタイム、アバウトタイムっていう映画と、うん、ただ君だけっていう映画と、うん、七番坊の奇跡っていうのがあります。七番坊の奇跡、はい、この3つが俺は結構好きですね。最近というか、まあここ1年ぐらい見たやつでは。本当に時を戻すということは、うん、幸せなことなのか、今を一生懸命生きた方がいいんじゃないかなっていうような映画です。これすごいいい映画、あら、すごいいい映画だし、うん、大切な人がいる人は、うん、その人をすごい大事にしようと思うような映画です。へえ、これ見てほしい。アバウトタイム、アバウトタイム、なるほど、はい、ついでに聞いとこうかな。ただ君だけ、はい、ただ君だけ、これも韓国映画なんですけど、うん、この韓国見てる、ね、映画はですね、うん、とある事故、まあ、事件で、うんうん、ボクシングができなくなったボクサーの話なんですけど、うん、でそのボクサーと目の見えない、うん、おい、聞かれましょう。素晴らしい。まだ使わないね。まだ使わない、まだ使わない。わあ、素晴らしい、素晴らしい、これはいいね、これはいい、これはいい。アバウトタイム、見てください。ビッグ2回は最高。あら、ちょっと見てきます。はい、行ってらっしゃい。迷うぜ、ざわさん。あれ、戻ってきた。あ、なるほどね、こういうことね。つか俺ら以外全部出てんじゃん。やば。でもなんか前回この感じでこの、ね、どいてやられてっからちょっとやるかな。前回開いてんで、この感じでどいたらすぐ1000円でお金もられたから、うん、開いてんで。なるほど。じゃあ1回どいた、いそっちかい、えー、いいけど、どういったフリ作戦でいくわ。どういったフリ作戦、うん、おいー、なんちゃって。あー、いいね、当たったフリ作戦で、使う使う。いや、だから毎回俺に聞くけど、小沢さんが、それは小沢さんの回なんで、小沢さんが決めてください。それあ、スタッフさんがグー出してる。だからスタッフさんにその聞くのやめてください、小沢さん。何か人のせいにするみたいな、自分で決めてください。ただ言っていいですか、はい、レギュラーのような気がするんだよね。まあ、まあ、比率ではね、比率ではね、うん、外しちゃダメなんだよここ。ただバケで外したら超最悪よ。そうだよね。バケ。あ、行くのね。行きます。ちょっとさ、いや、気持ち的にさ、うん、ビッグ来いと思ってバケ引くのやめろよ。いや、もちろん今もうバケで行ってますよ。バケ引いてほしいな。じゃあバケ引いてほしい。終始考えたらビッグの方がいいよ。いや、それはそうだよ。でもバケ引いてほしい、の方がいい、ね、今回は。じゃあいいよ、 100% バケで。ちゃんと心から喜んでな、バケだったら、
おーい、よっしゃー。いや、遅いんだよ、喜んでた。あんま喜んでなかったの。いや、素晴らしい。いや、いいよ、でも当てたね。素晴らしい、素晴らしい。この5ポイントはでかい。でかい、マジででかい。だから1店舗でどっちかが当たってない、なんとなくいきそうな感じになるから。そうだね。とりあえず府中店のノルマは、うん、とりあえず達成したよ。そうか、うん。なんだろう、バケで当てるってちょっと気持ちいいかも。いや逆に、いや、それに関しては絶対ビッグで当てた方が気持ちいいですから。そんな逆にとかないからね。なんかこの台に対してやってやってる感出るね。もう俺が征服したみたいな、うん、お前俺の言いなりだっていう、ね、そうだよ、もうお前の考えてること全てわかるよっていう。次やってみ。いや、いやです。映画見たくなってきたな。いや、今だからさ、緊急事態宣言とかでさ、いろいろさ、うん、映画館やってなかったりするから、もうちょっと嫌なのよ、俺。なるほど。俺、定期的に映画館で映画見なきゃダメな人だから。あれ、なんかムカつくな、今の。なんかムカつくな、今の。俺、定期的に映画館で映画見ないとダメな人だから。ダメな人なのよ、定期的に見ないと。うわぁ、うぜぇ。でも俺ちょっと一回マジで小沢さんに言いたいことだよ、これ本当に。何ですか。あ、光った光った。それ揃えてからします。100以内にビッグです。あ、残念。まあまあ競馬だ、競馬。まあ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 、うわ、すごい、500いくわ、マジやだ。何ですか、言いたいことがある。あ、そう、小沢さんに言いたいことなの、本当に。何ですか、映画に関して。何ですか。もうその小沢毎回だけどさ、うん、そのなんかちょっと話題になった映画、うん、見に行って、うん、何々マジで良かったっていうの本当やめてやる。じゃあマジで良かった。いや、そのなんかそのもうみんな知ってるから、その映画みんな知ってるから、みんないいって言った後に、うんうん、2周回った後ぐらいに、うん、あの映画マジで良かったわって、うん、なんか俺が見つけたみたいな空気で言うの毎回見てない。あれ嫌なの、俺マジで。王道がやっぱ結局面白いからね。いやそうだけど、うん、それってもうだからさっきのイテウォンクラスじゃないけど、うん、もうみんな言ってるから。ここ最近見たやつでやっぱ良かったのはね、はい、こんな夜更けにバナナかよ。知ってるね、大泉洋さんのでしょ。そうです。めちゃくちゃ良かった。知ってんだよ、あれめちゃくちゃ良かった。あれいいんだよな、うん、俺見てないんだけど、まだ見てないんかい。見てないんかい。いい映画っていう情報入ってきてます。全然。そろそろ来てよ。500いったね。そろそろ来てよ。来てフォンクラス。あら、ソメッサージョベンはアドベンジョベンはセージョベンジョベンジョンジョン。その部分あれだよね、うろ覚えだよね。だいたいうろ覚えだよ。だいたいうろ覚えでやってるんで。はい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 、500万円。危ない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 。499でございます。これはもう行きます、俺。あ、宣言してましたね。これはビッグで、もう願望も込めて。なるほど、いきます。はい、頼む。ダメです。これさ、一回外したらさ、うん、これ消えちゃうシステムだったらめっちゃ怖いよね。うわ、あらー、うわ、これは結構来た。今結構来るね。今結構ダメージ来る、これは。やっぱバケで当ててたら気持ちも変わってたんだろうな。これはダメージ来るな。あと30分。お、得点的にも微妙なラインだね。微妙。僕多分この出てる的にもね、いい感じなんですよ。収支的にも。収支的にも。やめてください、それは。私大マイナスなんで今のところ。失礼いたしました。確かにもう伊地知さん負け確定だもんな。やめろ、分かんないだろ、まだ30分でこっから。はいはいはい、あらららんでくると言ってるから光ったよ。ピッカピッカピッカと光ったよ、パッていうことで。ここはビッグ押し、お願いします。お願いします。ここはビッグお願いします。もう押しちゃう。お願いしますね。はい、お、あざっす。あざっす。あれです。おめでとう。あざっす。
いいビッグでしたね。ここはね、気持ちがすっごい楽になるビッグ、うん、このじゃあ気持ちが楽になったところで、はい、ピスタチオ入口の女優クイズ。女優クイズ、はい、最近ですね、あの、うん、ピスタチオ入口が、はい、テレビや映画を見てて、はい、特に気になったことはどれでしょう。特に気になったことこれです、うん、もうシンプルにどれが一番気になってるかというだけの話です、うん、3択になります。3択、うん、1つ目、うん、二階堂ふみさんの演技力が異常、うん、これです。1つ目いいですか、はいはい、2つ目、はい、最近の永野芽郁さんの可愛くなり方が異常、これです。あ、そして3つ目、はい、最近の広瀬アリスさんのバラエティでの立ち回り方が異常、これです。どれでしょう。ピスタチオ1が気になって、全部気になってんだけど、うん、特にここ最近気になってんのはどれでしょう。わかりました。何でしょうか。最近の、はい、小沢はちょっと痩せた。残念残念。うわー、知らないで。小沢ちゃん、全く気づかないです。え、そうなんですか。全然一時期隣にいる小沢を一番見てないですから、うん、僕一時期さ、やっぱえげつないほど太って、はい、太ってましたけど、うん、そこからに比べたらちょっと痩せたっていう。全然コメントがマジで気づかないんで、ごめんなさい。あら、そうですか。俺ね、これね、本当は分かってたんです。なになになに。実は映画見ながら、はい、その演技とか、はい、台本、脚本とかストーリーとかじゃなくて、とにかくまず可愛い人を探すから、伊地知さんは、はいはいはい、うん、2番、最近の永野芽郁さん綺麗になりすぎ、これです。じゃあ、行きますか。いいですね。はい、小沢さん、何も分かってない、俺のこと。え、正解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 です、小沢さん。言った通り、すごいね。言った通りでしょ。よく分かったね、うん、小沢さん。はい、光った。そんで、あ、光った。そんで光った、ね、光るね、あんた光るね、小沢さん光るね。あー、やばい。負けな感じしたんだよ、これは。やばい、ここで出したいな。ここで出したいな。俺投資いっちゃってるから19,000円いってるね。ちょっと出しとかないときついんだよな、次につなげるためにも。小沢粘ってる。ザワ粘り、ザワ粘り。この残り10分15分での投資やだね。やだ。ザワ粘り。ペカ太郎、ペカ太郎。残念残念。このまんま出ないまんまラスト迎えたら、まあまあここから投資するからね。そうね、この15分ぐらいで結構投資するよ。でかいよ。あー、ぶね。おー、いいね。頼む。これめちゃくちゃいいね。羨ましいね、それは。うわっ、うわ。ちょうど俺も小沢も飲まれるか。そうだね、あと1回引くかで終わるぐらいだな。なんか楽しいな改めてこの感じ。俺まあまあきついよ。まあきついよ、投資してるから。うん、なんかこのギリギリの感じは過去一じゃない。1店舗目のこのギリギリ感。あとちょっと、あの、今投資でさ、うん、東進ハイスクールで思い出しちゃったんだけど、うん、あの、ごめん、まず投資で東進ハイスクールを思い出してるから、こっち その段階だから、まだ投資から東進ハイスクールを思い出してる。思い出してからもう一回さらに思い出しちゃったんだけど、うん、深いね、思っちゃったんだけど、うんうん、林先生テレビ出過ぎじゃないいやいや、マジでマジでこんなこと言っちゃうんだけど、もともとただの塾の先生ですから、ね、そうですよ。テレビの人間じゃないですよ。そうですよやりすぎじゃない。冠番組とか思ってますよ確か、林修のスタイル。やりすぎ。しかもただ1個じゃないからね、何個もやってるからね。すごい、ありがとう林修先生。やばい、大事。よし、うわ、これはでかい。大事、これはめちゃくちゃでかい。いつ光るの。今でしょ。はい、光った。ほら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 やっとけやっとけ今でしょ、やっとけ今でしょ。あ、やるやるやる、いいよ。
はい、今でしょ。高さんち関係ないじゃん。え、高さん関係ない。今ですの動きが、これは世代、トンネル世代、高さんち。なるほどね、動きからの動きが名場面じゃないですか、今日のいつ引かんの今でしょ。林修も連れてちょっと出過ぎなんだよな。あと何がすごいって、はい、その林修先生の話すると光る。すごい方なんだな、やっぱな、あの人は。今でしょ、おい。まあまあまあね、まあ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 、林修先生に会ったら何聞きたい。え、最近いつ聞きました。いや、最低だな。え最低です。え、何何最低。僕、福山の林先生の恋愛事情ですから。恋愛事情と性事情ですから。マジで一番気になるのマジで怒るだろうね。林先生が来て優しくさ、だからちょっと一般飲みに行ってお酒結構飲ませて、うん、いろいろ聞くよね、それは。あ、酒でも強い。おい、あら、林先生、林先生もう挟んじゃう。あら、うわ、林先生、ほら、うわ、ビッグ来ると思った今。失礼なこと言うから。ビッグだと思った今のは。おー、光った。うわ、すごっ。頼みます、ここ大事、ここマジ大事。おい、これはでかい、マジで羨ましい。これはでかい。あ、これは素晴らしいね。これはでかかった。さあ、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。コーナー府中店さんでの実践が終了いたしまして、はい、そうですね、はい、結果から申しますとですね、はい、私が、合計の、大当たり回数11回ということで、はい、プラス55チャンスも当てて、はい、16ポイントですかね、私一人で、はい、稼がせていただきました。伊地さんは。私はですね、うん、ビッグさんバケ4の7ポイントということで、はい、はい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 、合計が23ポイント7ポイント、そうですね、はい、そうですね。でもちょっとこれに関しては、うん、最初僕はじゃんけんで勝ったら、うん、ミラクルジャグラーを打つと、うん、小沢さんじゃんけんで勝ったら、うん、ゴーゴージャグラーを打つと、はいはいはい、いうことで僕勝ったのに、うん、なんかほぼなんか圧というかほぼパワハラな感じで、うん、ゴーゴージャグラー座らされたんで、うん、今日はもうとりあえず2人で割ろうと終始はっていう。いや、ダメです、ダメです、ダメです。何を言って急に。ことでちょっとやりたいなと。ダメです、ダメです。いうふうには思ってます。あ、そう思うなかったですけども。正直。認めません、ダメです。いや、そんなんかもう納得は言ってないですから。全然ダメです。いい流れが来てますから。まあだからポイント的にはいいですよ。そうそうそう、いいから。あと16ポイント。16ポイント。なので、うん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。というわけで、はい、引き続き次の回見ていただけたら、よろしくお願いいたします。思います。そしてこのキコナチャンネルですね、コメントと、はい、チャンネル登録、そして高評価の方、はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、コメントお待ちしますね。お願いします。お待ちしております。というわけで、次回もまた見てね。バイバイ。